今回は、航空自衛隊のレーダー施設を北大東寺、間に配備する計画について見ていきたいと思います。防衛省は、調査を開始したようです。進む展開が、全く違います。沖縄県の西東端で、太平洋上に浮かぶ大東諸島。その北大東村村議会、宮城村長、定数5名は、2021年12月9日、同島に自衛隊の誘致を求める意見書、議長を除く議員4名の全会一致で可決し、防衛省に郵送していたそうです。この意見書では、近年、中国海軍の空母遼寧を中心とする艦隊が、強引な海洋進出を進めている。具体的には、中国が防衛線としている第一列島線沖縄本島を越えて、太平洋での活動を活発化させるだけでなく、北大東島周辺海域にも出没している事実に、島民が不安と恐怖を感じていると訴えました。北大東島は、そういった中国海軍艦艇を監視するためには、安全保障の地理的観点からも適した位置にあるとも進言しているのです。北大東島辺自衛隊の部隊を配備することで、台風など災害時の救助対応や、救艦の緊急搬送などの体制の強化につながると要望、政府が作成する次期中期、防衛力整備計画に、北大東島への自衛隊部隊の駐屯を要望したのです。防衛省では、こうした北大東村からの自衛隊誘致の要望を記した意見書を受理して、検討を重ねました。そして、空自の移動式レーダーの配備先として、北大東島が適切かどうか判断するための現地調査を実施する方針を、2022年3月15日、沖縄防衛局の担当者が北大東村役場を訪問して伝えたそうです。沖縄防衛局では、4月以降に、島の自然環境や動植物などに与える影響や、必要なインフラ整備の現状などを約1年をかけて調べることにしているそうです。宮城村長は、防衛局の調査が終わり、配備が決定次第、住民に、丁寧な説明を行いますと言っています。防衛省が提案している移動式警戒管制レーダーというものは、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナによって、従来の移動レーダーより、目標の捕捉、追尾能力、ECCM 製、エレクトロニック、カウンター、カウンターメジャー、対電子対策などが向上され、自動警戒管制組織との自動連接による、運用なども可能な、組織戦闘能力と機動性に優れた、移動式警戒監視システムです。航空警戒管制における動くレーダーとして、固定レーダーサイトが攻撃された、場合の代替として使用できるだけでなく、固定レーダーの電波が届かない地域をカバーすることもできるそうです。移動式なので、悪天候の影響を受けにくい構造です。広大な太平洋には固定レーダーは設置されていませんが、北大東島に配備することによって、中国軍の活動を把握するためには、非常に有効な存在になると見られているのです。改めて、北大東島について説明しますね。前述の通り、北大東島、間を含む大東諸島は、沖縄本島から、東に、約 340km の太平洋上にあります。2020年時点では、北大東島が、面積 11.94km、人口566人です。南大東島は、面積 30.57km、人口1226人です。この2島の他に、
無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島の合わせて5つの島から大東諸島が成り立っているのです。かつては全島が無人島でした。明治に入ってから八丈島からの開拓団が入植して有人島になったのです。行政区分上、北大東村も南大東村も沖縄県島尻郡に属してはいるのですが、琉球王国との関係はほとんどないと言っても良いほど薄く、そのせいか沖縄県民の大東諸島への関心は低いと言われています。沖縄県の中でも孤立した島嶼群ですし、周囲の陸地から遮断されていることから島固有の生物が多く生育生息しているのですが、毒蛇として有名なハブは生息していないと見られています。北大東島と南大東島の全域は国指定の大東諸島鳥獣保護区、希少鳥獣生息地に指定されています。面積は4251ヘクタール、そのうち特別保護地区は234ヘクタールです。指定の理由ですが、両島が大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有種、固有亜種の生息地であることら加えて、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地になっているためです。また、ホエールウォッチングなどでも、有名なザトウクジラなどが、大東諸島を越冬地として利用していることにも配慮されたということです。なお、無人島の沖大東島ですが、かつては、良質の林が取れる林港があったため、島全体が採掘対象となっていました。また、太平洋戦争後には、アメリカ軍の爆撃訓練場になったので、島の自然が破壊され、生態系が崩れ、沿岸部を、以外の島の多くの生物が絶滅してしまったと考えられています。さて、自衛隊駐屯理由の一つであった大東諸島における、医療体制も紹介しましょう。南大東島と北大東島の両島に、それぞれ、県立病院附属診療所と村立歯科診療所がありますが、診療所で治療できない患者が発生した場合、沖縄の那覇空港と両島を結ぶ琉球エアーコミューター、RAC に確保されている村長席を利用し、沖縄本島などへ急患を輸送するそうです。北大東空港、南大東空港ともに 1500M 級の長い滑走路があります。RAC のフライトは、南大東島空港には1日1便、曜日により2便、北大東島空港への直行便は確実のフライトしかありません。南大東島空港便が北大東島を経由することもありますが、急患発生のタイミングがフライトと合わない場合、患者搬送はできないことになります。まして、週に1便だけ那覇からやってくる貨客船は、時間がかかるだけでなく、欠航が多いので、当てにはできないのです。そのため、フライトの空白期間や、夜間などに緊急を要する場合、沖縄県知事を通じて、那覇飛行場に駐屯している陸上自衛隊第15旅団第15飛行隊に災害派遣要請を行うことになります。要請を受けると、LR2 連絡偵察機か UH-60J-A ヘリコプターが派遣され、緊急搬送になるのですが、那覇からの往復には2時間以上かかるのです。また、悪天候の場合にはすぐに派遣されないため、島民、特に RAC のフライトが少ない北大東島住民は、一刻を争う急患の発生を常に不安視しているといいます。このように自衛隊を誘致することは、北大東島にとって人口が増え、経済が潤うという単純利益だけでなく、自衛隊部隊が駐屯することで、万一の際の急患搬送が1時間程度で行えるという、
大きなメリットがあるのです。と言っても、物事には、表と裏があります。いいことばかりではありません。この北大東寺、魔の自衛隊誘致の動きに対し、沖縄本島の左翼系メディアと言われる、沖縄タイムスと琉球新報が、誘致活動を批判する社説を載せたのです。北大東寺、魔の宮城村長は、島では、以前から自衛隊誘致について話し合っていたと語りましたが、島の住民への説明を怠っていると反論しています。前述の通り、村長は、配備が決まってから説明すると言っています。西は、配備が決まってから説明するのでは遅すぎると主張しているのです。互いの言い分がぶつかっていますね。これまた、前述の通り、沖縄本島の内南中たちは、よそから移民してきた大東諸島の人々を、オール沖縄の一員とは考えていない傾向がありようです。大東諸島が抱える諸問題、特に医療体制の不備については、本来沖縄県が対応しなければならない問題なのですが、放置されたままで改善の動きすらないようです。そのような状況下だった大東島村議会が自衛隊誘致に島の未来を託すのは必然であるから、知事と同じ方向性を感じる沖縄タイムスと琉球新報の社説を批判する向きもいるようです。